にちは、シエルです。最近ですね、私のこの体っていうのかな、私自身にちょっと不思議なことが起きているので、ちょっとそちらをねお話ししていきたいと思います。最近私夢を見るんですよ、寝てる時に。普段あんまり夢を見ない人なんですね。なんですけど、ここ最近毎日ずっと夢を見ていて、なんか朝起きた時にいつも不思議だなって思ってたんですよ。それでいろいろネットで調べてみたら、私みたいに今まで夢を見なかった人が、最近夢を見るんですみたいな人が増えているらしくて、これをねコロナウイルスパンデミックドリームと呼ぶそうで、そんな記事がねいくつか出てきました。なんかそのパンデミックドリームっていうキーワードが結構ねこうツイッター上のタイムラインとか、あとはそのネットニュースとかにもなってたので、あ一緒って思ったので、それを見てみたら、まあ、ちょっとね怖いなとも思ったんだけど、今のこの状況で、まあ、外出自粛だったり、まあ、生活のリズムが崩れていたりとか、まあ、いつもやっていたことができなくなってしまったりとか、そういう生活の変化とかでやっぱ人々が結構ストレスを感じてしまっていて、そのストレスが原因で、まあ夢を見ている人が増えているとのことでした。実際どこまで本当にこう解明されてるのかがわからないんですけれども、やっぱそのストレスによって夢を見るようになっているからか、その夢の内容が悪夢とか奇妙な夢を見ている人が多いらしいんですね。怖い夢ですよね。私自身が見ている夢はそういう怖い夢っていうよりも、私はね夢の中でね仕事をしてるんですよ、まあ、マジックショーとかステージに立つ仕事とかをしてる夢を毎日のように見てて、だから私は思ったの、今この普段の現実世界で、まあ、今までやってきてた仕事ができなくなったから、多分夢の中でそのストレス発散じゃないけどマジックショーしてるのかなって思ったんだよね。普段あんまり夢を見る人じゃないから、なんかそれがすごい不思議で気になってたんだよね。普段夢見ないって言ったんだけど、なんかね実際は夢はみんないつも見てるんですって。だけどそれを記憶してないだけなんですって。なんか誰もが多分ね夢は見てるけれども、記憶をしてるかしてないかによって、要は覚えてるかってことだよね。でそれが、まあ、睡眠が浅かったりとか、あとは頻繁にこう目を覚ますことで結構こう記憶に残りやすくて、夢見たなって思 こう感覚になるらしいんだけど、私は結構ね普通にぐっすり長くね寝たとしてもね、なんかあ夢見たなって思うようになったんだよね。そうなんか悪夢じゃないだけね良かったんだけど、私もともと出張族だったから、なんか頻繁に新幹線乗って、まあ、日本中飛び回ってたりとかしてた人だったから、やっぱ今何週間かずーっと家にいるでしょ、こう仕事ができないストレスによってこう夢の中で発散してるのかななんて思ったんだよね。まあ本業マジシャンだからさ、まあ、マジックしてるシーンもあるんだけど、なんか歌ったりとかもしてるわけ、歌うんだみたいな感じで思ったりして。そうそう、皆さんはどうですか、なんか睡眠の変化とかあります？寝れないとか、睡眠時間が短いとか、なんか寝たけど疲れが取れないとか、危機感を感じたりとかすることによってそういう怖い夢を見たりとか、あとは過去にあった強烈な思い出とかトラウマによってなんかそれをねこう夢の中で再生しちゃうっていうの、なんかそういう人もいるらしいんだけれども、まあ私はそこまでなんかこう怖い夢ではなかったからさ、なんか不思議だなって毎朝思ってただけなんだけれども、そのパンデミックドリームという言葉があることをねちょっと知ったので、なんかこういう風にこう同じ気持ちの人も多いのかななんて思って、まあ今日は動画を撮ってみたんですけど、あの医療機関で働いてる人とか、あと本当に仕事に毎日行かなきゃいけない人とか、その外出をせざるを得ない人たち、そういう人たちは多分このパンデミックドリームでこう心が病んじゃってる人とかもいるらしいので、そういう人たちがねなんかちょっとかわいそうだなと思って、4年ぐらい前に不眠症になったことがあって、寝ようって思うと寝れなくなるじゃん。だからあんまり私頑張って寝ようと思わないようにしてて、最近もものすごく規則正しくなんか生活してるわけじゃないんだけど、でもやっぱこう太陽は浴びないとなとか思って、こう昼間は窓を開けたりとか、なんか日向ぼっこして過ごすみたいな感じの時間を作るようにはしてるんだけれどもね、でもやっぱりこう少しずつやっぱこう体が変化してるのかなっていうのは
感じているから、皆さんもね、やっぱり自由に動けないことでいろんなストレスを抱えてると思うんですけれども、なんか自分にとってなんかリラックスできるものとかがあるといいよね。最近使ってるヘアオイルがラベンダーの香りなんですけど、それがね結構ね夜にファーンってきて結構リラックスできるんだよね。皆さんもね、そういうなんかちょっとこう香り系とかリラックスできていいなと思うので、で皆さんなりの何かが見つかるといいなと思います。はい、というわけで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、そしておやすみなさい。